仕事が断るのが苦手です。精神科医カバサーシオンのカバチャンネル、今日は質問をいただいております。40代男性の方で、追加の仕事を頼まれてもつい分かりましたやりますと言ってしまいます。それによって自分のキャパオーバーになってしまうことは分かっているのですが、どうしても組織の中での雰囲気を悪くしたくないという気持ちからついつい受けてしまいます。何か上手に断る方法はないのでしょうか、という質問です。いろいろと上司からこれもやってくれないかっていうことは、確かにどこの職場でもねあることなんじゃないかなというふうに思います。ただこの方の場合はもうすでにキャパオーバーになってるってことですね。ここがちょっと重要かと思います。要するにいっぱいいっぱいになってるってことですよね、おそらくね。いっぱいいっぱいになってるってことは、この仕事を頼まれることによって今抱えてる仕事とかメインの仕事に支障をきたす可能性があるということですよね。あるいは頼まれた仕事を 100% のパフォーマンスでできない可能性があるということですよね。あるいはもしそれをやるためにはかなり無理をして残業したりですね、休日出勤をしたりですね、あるいは非常に精神的に疲弊する状態っていうのが起きるということですよね。多分こういう方っていうのはノーと言えないということで、うつ病とかになりやすい人ですよね。上司の方もこういう人に頼むと大体断らないからって言ってどんどん頼んでくるという、そういう傾向もあるかと思います。すでにキャパオーバーになっているということなので、断ってみたらいいんじゃないかなと思うんですよ。この方の場合は多分ほとんど断ったことってないのではないかと思うんですが、試しに断ってみたらいいのではないでしょうか。それを断ることによってどういうことが起きるのかとやってみたらいいんじゃないかなというふうに思うんですね。それによって上司が怒り出すのがですね、あるいは社内での立場が悪くなるのかですね、分かりませんけども、やってみないと分からないので、意外とよくあるのはですね、じゃあ他の人に頼むわって言ってあっさり他の人に行くという場合もあったりします。結局頼みやすい人から順番に頼んだりしてるのでね。だから私はそう悩んでるぐらいだったら、とりあえず勇気を出して断ってみるということはいいと思います。もう一つその時に断り方なんですけど、今こういう案件とこれをやっておりますので、ちょっと時間的にいっぱいですと、もしお引き受けしてもちょっと 100% の力でできないかもしれませんけども、よろしいですかっていうふうに、対処からですね、もうキャパオーバーになって仕事のクオリティが下がるってことが分かってるんですよね。それを分かりましたって言うと、それは受けた方の責任になってくるわけですよね。きちんと及第点のもので返さないとおかしなことになってくるわけですよね。でもそういうふうに 100% のパフォーマンスでできないってことが分かってるんだったら、あらかじめ最初に言うべきだと思うんですよね。それを前提に受ける、今これだけの案件なので、もう仕事に関しては5時間ぐらいしか時間を振り向けることはできませんけど、その中で精一杯やらせてもらいますけども、よろしいでしょうかっていうような形になってくる。それだったら、ちょっと他の人に頼むわっていうふうになるかもしれないので、分かりましたって何でも言うんじゃなく、ちょっと自分の状況もある程度説明しながらですね、受ける場合も受けるというふうにした方がいいと思いますね。このように本当にどんどんやりますやりますって言ってると、本当に過剰な仕事がいっぱい増えてきてですね、長期に続くとうつ病の状態になるってことは私の患者さんとかでもよくあります。逆に言うと、こういうふうに仕事を頼みやすい人っていうのはそういう傾向性を持っているので、自分から防御していかないとですね、本当に無限に仕事が増えてくるということになってしまいますから、自分の中でのキャパというのはある程度決まっていますのでね、キャパオーバーの場合は私はそれはノーと言わざるを得ないし、もしそれを受け続けていると体や心が疲弊してですね、どっかで倒れてしまったりですね、パンクしてしまったりですね、爆発してしまったりですねっていうことが必ず起こってくると思うので、ある程度のところではノーと断らざるを得ないし、もしそれがしたことがないのなら、もうかなりいっぱいいっぱいのところまで来てるんでしたら、ちょっととりあえず断ってみるというのがいいのではないかと思います。病気になったりする可能性があるわけですから、無理です、できません、ちょっと難しいです、自分にもっと正直になるっていうのはね、自分の仕事の状況、心と体の状況に正直に照らし合わせて、無理な場合はそれは無理と言わざるを得ないと思うので、もう無理な仕事は断るということも一つの方法だと思います。私の仕事術をもっと詳しく知りたい方いませんか？カバサワ塾精神科医の仕事術という勉強会コミュニティでは、私の仕事術をすでに20本、10時間以上の動画で詳しくお伝えしてますので、ぜひそちらでもっと詳しく勉強してみてください。詳しくはこちらをご覧ください。